それでは今から、AJAX Online 7の、ゲノムデータベース、ゲノムブラウザーを使って、配列解析と遺伝子機能解析を行うという、講義を始めます。はい。まずはですね、私の自己紹介などから始めようと思うんで、ちょっと画面を共有させてください。こっちですね。はい。それでですね、私なんですけれども、坊野英政と申します。で、私自身は、この右上にあるような本も、書いて、名前を見たことがある人が多いかもしれません。まあ、生命科学データ解析ということを、長年やってまして、まあ、今も客員やってますけれども、ライフサイエンス統合データベースセンター、DBCS の方で、このような、データベースをつなぐ研究仕事を13年ぐらいやってたんですけれども、まあ、今も続けて客員でやらせていただいておりますが、現在はこの右下の方にあります広島大学ゲノム編集イノベーションセンターというところで、卓越大学院というプログラムのもと、バイオインフォマティクスをそのプログラムの学生に教えるということを本部として働いております。それ以外ですね、まあ、DBCS に至るまでもいろいろな研究所、まあ、大学院時代も含めまして、まあ、ライフサイエンス関係のデータベースを、まあ、いろいろ扱う、その過程で、バクテリア扱ったり、マウス扱ったり、線虫扱ったり、あとはまあバイオ細胞扱ったりみたいな、いろいろな、まあ実験材料で、まあ、研究してきている、まあ、経験のある生命科学分野の研究者です。まあ、DBCS に関しては先ほどの話にも簡単に説明あったと思うんですけれども、ライフサイエンス の, 分野のデータベースを統合する、ところとして、次にお話のある DDBJ ですね、まあ、国立遺伝子研究所にある、まあ、センター、DNA データバンクオブジャパンというところですけど、と、まあ、連携、協力して、やるという使命を持って、やっている、まあ、センターが DBCS でして、この今回の、セミナーの、主催であります、JST の NBDC バイオサイエンスデータベースセンターとは共同研究という関係で、やっているという、まあ、センターになります。で、そちらの方で何してるかというと、こういうふうに、生命科学研究の、まあ、高速道路を作るということで、まあ、いろいろデータベースいっぱいあってよくわからないなんだけど、作りっぱなしになっているようなことが多いと。それを、まあ、メンテナンスしてより使えるように、まあ、高速道路穴ぼこだらけだったら走れませんよね。まあ、そういうふうな例えでいつもこれ使う図なんですけれども、皆さんが高速に、通れるような道路を、まあ、提供すると、そういうようなことをやってます。まあ、今言ったみたいに、まあ、データベースいっぱいあっても頭抱えてると、そういう状況で、まあ、私なんかは、そういうデータベースのソムリエとしてですね、皆さんに、いろんなデータベースを紹介できたらなというふうに思います。まあ、今日の、まあ、話も、ゲノムデータベースの部分は割とそういう、DB ソムリエの部分で、割と今まであんまり話してないことになるんじゃないかなと。まあ、それはですね、まあ、時代が変わってきて、まあ、皆さんの思考が変わってきたというか、まあまあ、提供できるワインも変わってきたと、そういうところもあると思います。はい。で、まあ、そういう時にですね、とても役に立つ。まあ、私なんかが、まあ、講義や、まあ、実際に教えに行ってっていうのも、まあ、あるんですけれども、ちょっとこれ件数が古くて、今これ1900件ぐらいになって超えているはずなんですけれども、チュートリアル動画の統合テレビというものがあります。この統合テレビにはですね、ここにある動画マニュアルと講演とハンズオン講習っていうのが、まあ、3種類あるんですが、この動画マニュアルっていうので、いろんなデータベースやツール、ウェブ上のツールですね、そういうふうなものを使い方をこう説明してて、それをもとにですね、やるとある程度できると。もちろん、そこに書いてあるだけじゃ、皆さんの思ってることはすぐできないと思うんですけど、これを参考にして皆さんが考える、まあ、足しというか、考えるヒントにしてほしいというところが、願いがこもってます。そのような、まあ、統合テレビ。っていうものの作ってるのもこの DBCLS になります。はい。で、そういう、まあ、バックグラウンドですね。まあ、今日も統合テレビの話もう一回しますけれども、今日はこのゲノムデータベース、ゲノムブラウザー、そして配列解析、まあ、特にブラストというところを、概要をお話しするという、講習になります。
まあ、ここに書いてあるとおりですね、誰でも使うことができる公共 DB ウェブツールを活用したゲノムデータベースやゲノムブラウザを使って配列解析と遺伝子機能解析を行う方法のについての基礎知識を、まあ、学ぶというところですね。まあ、特に、まあ、ゲノムブラウザーとブラストの実際の使い方をデモンストレーションするというのが、まあ、今日のところで、まあ、これに関しては実際に動くところをお見せしようというふうに、考えてあります。で、今日の講習の、まあ、内容というか、まあ、流れなんですけれども、まずは、まあ、今も言いました統合テレビですね。それをの、まあ、紹介をさせていただいて、その後でですね、ゲノムデータベースとゲノムブラウザーということで、まあ、この、ゲノムに関するデータベースに関してまとめた基礎的な知識をお話ししようと思います。これに関しては実習もやります。で、その後ですね、簡単になんですけれども塩基配列のデータベース、まあ、DNA ですね、 DNA のデータベースに関してざっくり、まあ、私自身はどちらかというと DDBJ の中の人じゃなくてすぐ横で一緒に働いた人間なんですけど、その立場でこういう塩基配列データベースに関するお話ししようと思います。まあ、この講習の後には、実際にこの DDBJ の中で働かれている方が講習していただくと思うので、まあ、その、まあ、予習になるかなというふうに思います。で、その後で最後に配列解析ということで、まあ、ブラストのというツールですね、非常によく使われている、まあ、30年代使われているツールなんですけれども、それに関して、まあ、概説をしようかなというふうに思っております。はい。でですね、今日の話なんですけれども、もちろん今日の話だけで、まあ、理解できるように、作ってるんですけれども、まあ、より、深く学びたいという人向けに、一応、まあ、私なんかが関わった図書、まあ参考書ですね、紹介しておきますと、まずはまあ入門向けの方向けにですね、この生命科学データベースウェブツールですね、っていう、まあ本ですね、こういうやつですが、まあ、いろんな、インターネットのウェブツール、統合テレビを、の、まあ、代表的なものを18個紹介するというツールになってます、こういうものですね。あと、まあ、入門書として私が書いてて、最近第2版出しました、生命科学データ解析に関しても、お話ししようと、お話しないな、ご推薦しようと思ってます。まあ、こちらに関しては、まあ、基本的な知識を、一応一通り、私一人で書いたということで、まあ、こんな内容になってます。で、一応、まあ、ここで聞かれている方は、ある程度、知識をお持ちの方もいらっしゃると思うので、より発展的な内容を学ぶために、このような、まあ、データ解析実践道場というような本も出してます。これは、まあ、インターネット上のデータとか集めてきて、あと、まあ、自分のデータをどう扱うかというのを、まあ、指南するという点で、ある程度、まあ、実践的というか、まあ、ユニックスのコマンドラインですね。今日はこの話しませんが、ユニックスのコマンドラインを使ってデータを解析をするというために必要な知識や基礎本的なことが、まあ、紹介されています。はい。そういうような、まあ、本が、まあ、ありますんで、まあ、随時、関連するところが出てきたら、こういうのがありますよというふうに紹介しようと思ってます。はい。で、まあ、今日はこの、今使っている、多分皆さんリンクして見てると思われます。この、ページを、まあ、GitHub のページですね、を、まあ、元に、やりますので、特に、まあ、PDF のスライドとかそういうのないんですけれども、まあ、そういう、流れでやっていこうと思ってます。はい。で、まあ、皆さんに、注意事項なんですけれども、これちょっと、皆さん今から同じ時間帯にやるので、ちょっと本当にこれ気をつけてほしいんですけれども、皆さんがですね、この同じ時に話を聞いて同時にアクセスするとですね、サイトがつながりにくくなります。で、これはですね、実は皆さん、これ講習の時だけじゃなくて、普段、データ解析する時もよくあるんですけれども、サイトがつながらないと。まあ、ウェブブラウザ使ってて、なんか、検索して見に行ったのに見えないってことが割とあると思います。それはですね、やっぱりその時間帯にですね、アクセスする人が多いということなんですよね。なので、まあ、しばらくして、まあちょっとお茶でも飲んで、もう一回やってみるとですね、まあ10分か15分後ぐらいにしてみると、つながるってことはよくあります。ですので、まあみんなが同時に今からやる、この講習ですね。まあ基本的にはインターネット上のウェブブラウザー、
インターネットを介したウェブブラウザを使ってやることが多いんですけれども、みんなでやると多分つながらないことがかなり予想されます。ですので、ちょっとダメだった場合は、まあ、話を聞いてですね、聞くことにまあ専念して、やることは後でもできます。で、今日のこの動画もですね、録画されてて、後でまあ見れるので、後でちょっと分かんないなと思っても、気に留めずにどんどん進めてください。で、まあ、ついていけなくなったら、とりあえず話だけ聞いてください。その後で、まあ、また後でですね、アップされた動画でやっていただくってことがいいかなと思います。はい、ここにも書いてますけど、サイトの反応が悪いときはタイミングずらして実行しましょう。で、まあ、よくやっちゃうんですけど、まあ、あれあれってやって何回もクリックすると、ますますつながりにくくなります。ですので、まあ、おおらかな気持ちが大事ですということですね。で、今日の、この講習ですが、スライドっていう、スライドとか、まあ、いろんな読み方があるようですけど、このスライドっていうものが用意されております。でこのスライドで、質問を受け付けると。でまあ、僕、今ですね、私、これ事前に今撮影してて、ばらしちゃいますけど、日曜日に撮ってるんですが、この日曜日の、に、まあ、撮ってるので、皆さんが、受けます木曜日ですね、私も、喋ってないんですよね。で、皆さんからの質問があったら、お答えするというので、待機してます。インターネット上のどこかで待機しております。ですので、遠慮は無料です。まあ、せっかくの講習会ですので、わからないことあったらスライドで聞いてください。まあ、置いてけぼりは楽しくないです。はい。と、まあ、そういう、お願いです。まあ、そういうわけなので、まあ、ね、どんどん進めていっちゃってていいので、できる限り皆さんと一緒にならないようにって言うんですけど、まあ当然ね、今話してる動画が流れてる時に皆さんやると思いますので、まあそれはしょうがないなというふうに思ってます。で、まあ先ほど来、紹介した統合テレビ、統合 TV、まあどちらでも呼び方いいと思うんですけど、もうこれもですね、2007年に始めまして、もう長い間、まあ、2007年の、ね、7月、7月、今月ですね、に始めたんですけど、だから今年2021年ですから14年やってて、今月から15年目に入ったんですが、まあ、これは生命科学分野の有用なデータベースツールを、まあ、動画で紹介するウェブサイトということで、まあ、見たことある方が、まあ、事前のアンケートでも、ですね、まあ、見ると、あ、ちょっとこれ、このページはですね、ちょっと温存しておきましょう。あ、と、違うとこ行っちゃいました。これをですね、右クリック。あ、ダメだ。ちょっと待ってね。ちょっとね、右クリックってあんま使わないんで。新しいタブ開く。これですね。この統合テレビです。で、統合テレビ何件ぐらいあるかなって時は、これ、まあ、これで検索すれば出てきますが、まあ、1900件ぐらいというふうになってて、まあ、いろいろな、ツールの動画のマニュアル的なものが、それの約3分の1。で、今回やってるような講演が残りなんですけど、まあ、講演も、まあ、普通喋るのと、今日やってるようなハンズオン的な講習っていうのと、まあ、分かれるというふうになってます。で、その統合テレビなんですけれども、まあ、ウェブサイトへのアクセスの仕方、結果の見方、ね、そういうものが、まあ、操作の一挙手一投足が分かるという触れ込みで、ずっと、この、GBCLS の、活動の主要な、まあパーツとしてやってます。で、まあ、初めて学ぶ人が見て分かる、それはもう当然なんですけれども、実を言うと、こういう講習会の資料の置き場、参考資料として、まあ、残ったりとか、まあ、ですね、先輩の方が後輩にこれ見ておいてねっていうふうなものとして使えるという部分が非常に便利というふうに、皆さんからの声をいただいております。で、まあ、この統合テレビなんですけど、まあ、件数が1900もあって、だいぶ増えてきちゃったんで、まあ、カテゴリー分けみたいなのがされてまして、まあ、今回の講習に関する内容の多くは、この塩基配列の検索、取得、比較を行うというところに、ありますので、これ開いて見てみると、こういう感じですね。こういうところでまとめられてます。これに関してはですね、こちらの方で、まあ、タグとか、いろいろあるんですけど、確かですね、トップページの、
ところに、ここにですね、スキル別コースから探すっていうのであって、延期配列の取得を行うというのはここにあります。で、まあ、これ全部見ると1時間50分って書いてますけど、まあ、それ以外にも、いろんな、まあ、特にですね、ラボの新人がまず見ろっていう動画セットみたいなのもありますので、ぜひ、この動画のセットで見ていただけるといいなと思います。はい。で戻ります。で、まあ、過去の講習会、まあ、こういうふうにやってる、アジャックスの講習会っていうのも、まあ、統合テレビにもほとんど入ってます。なので、まあ、繰り返し復習できます。で、まあ、見ててですね、これ古いよとか、入ってないツールがあったよみたいなのがあったら、この統合テレビリクエストフォームっていうのがあります。それに、ぜひ、お願いし、連絡していただければと思います。それはですね、これも使い方あんまり皆さん言わないんで、あれですが、まあ、普通にこういうふうに、あってですね、リクエストしたいのは何ですか？動画です。で、どんなツールですとか、URL 教えてくださいとか、どんなことができますかとか、そのツールは有償ですかとか、まあだから有償ツール、無償、まあ多くは無償なんですけど、有償のツールもあるとか、リクエストを聞いていいですかとか、そういうことを聞かれて、まあ匿名でも出せますので、ぜひ、使ってみてください。はい。で、まあ、この統合テレビなんですけど、実際にね、作ってくれる方も募集してます。なので、作りたいよという方、まあ、作るのはね、すごく勉強になりますので、まあ、ぜひ、作るのも、ご協力いただければというふうに思います。まあ、ボランティアじゃなくて、ちゃんと借金出ますので、ぜひ、皆さんもご協力ください。はい。で、いよいよ本題に入っていこうかなと思います。はい。でですね、まず、まあ、ゲノムデータベースの部分なんですけど、なんでこれゲノムデータベースとゲノムブラウザーって一緒になってるかというと、別に、ね、なんか理由があるんじゃ、なんかその深い、一緒にしちゃったとかそういう理由じゃなくて、これは本当に切り離せないぐらい、密接になってるというところで、このゲノムデータベースとゲノムブラウザーって一緒にしてます。で、まあ、ゲノムデータベースって何ですかってよく、まあ、聞かれるんですけれども、これは、まあ、まあ、データベースの一種なんですが、ゲノム配列ですね。まあ、ゲノム配列、生物はもちろん、皆さん遺伝情報、すべての生物、遺伝情報を持ってて、その遺伝情報を、まあ、解読してっていうことを、まあ、今の時代、2020年でやりますね。そのゲノム配列決まったものを、まあ、はじめとした遺伝情報を、まあ、まとめてあるのが、このゲノムデータベースっていうふうになってて、まあ、狭い意味では、このゲノムデータベースというのは、ゲノム配列のだけのデータのことを言うんですけど、実際には、ゲノム配列だけじゃなくて、上にも書いたように、ゲノム配列から、どこが転写されてっていう、まあ、転写配列。で、さらにはその転写配列が翻訳されて、まあ、タンパク質になりますね。そのタンパク質の配列。で、タンパク質にならないけれども転写されて、して活躍していると思われる、ノンコーディング RNA。まあ、長いものはリンク RNA とか言いますけれども、そういうノンコーディング RNA データ。で、これら、それらの、まあ、転写産物がどのように制御環境を持っているかとか。あとは、まあ、そのね、生物の個体、まあ、いろいろ個体があって、その個体間でちょっとずつ違う。そのちょっとずつ違う、その、違うことに関するデータ。多系のデータですね。そういうもの。そういうものを全部含めて、ゲノムデータベースというふうに、読んで、整理されて、いろんな世界中、いろんなところから公開されているという、まあ、ものになっているんですけれども、まあ、一番よく使う、まあ、そういう、データベースを維持しているところが、この NCBI になります。まあ、NCBI というのは、ナショナルセンターフォーバイオテクノロジーインフォメーションという、名前の、これは、まあ、センターでして、米国の NIH ですね。NIH の中のセンターの一つです。もうちょっと厳密に言うと、NIH の中に、図書館ですね。医学図書館、NLM、National Library of Medicine というのがあって、その下にある組織がこの NCBI っていうふうになってます。ですので、まあ、そういう図書館的な活動でデータを集めているのがこの NCBI になっておりまして、まあ、ここの NCBI のページはもう皆さん、もう何回も見たことあるんじゃないかなと思うんですけど、
まあ、みんなで見ようと思います。はい、こういうページですね。最近はまあ、COVID が多いので、COVID のインフォメーションというのはすぐ出てきますけど、ここのページですね。まあ、こちらのページはですね、いろんな情報がありすぎて、もうどこに何言っていいかわからないってことが非常に多いかとは思いますが、このゲノムデータベースに関しては、このゲノムっていう部分に あるんですけれども、まあ、これもですね、ここも見に行ってもまだ情報が多くて、いろいろありすぎてよくわからない、たくさんありすぎる。そういう、まあ、迷子になっちゃうわけですね。まあ、皆さんももうすでに迷子になったことあると思うんですが、まあ、まあ、いろいろ見てる私から言わせますと、この、まずゲノムデータビューアーっていうのが、まあ、いいよということになります。このゲノムデータビューアーっていう、まあ、サイトなんですけど、まあ、このゲノムのデータに関して見るような、ちょっとなんかマイク切れたかも。大丈夫かな？よし。ゲノムデータのビューアーになってるんですが、電池も OK です。このゲノムデータビューアーまず見に行きましょう。右クリック。こうやつですね。で、まあ、これはですね、非常に分かりやすく示してくれてるゲノムのデータにへ のアクセスする入り口で、まあ、我々人、チンパンジーとか、まあ、マウス、とはいうふうに、まあ、この生命の木です。これに基づいて、まあ、データが整理されてます。まあ、最初はもう人になってるので、あれですけれども、まあ、人のデータは、まあ、どこに行けば、そういうまとまったデータが得られるかとか、データセットをダウンロードする場合はここからですよとか、あと、まあ、その染色体ごとの、まあ、マップですね。あと、まあ、データがいつ更新されたかとか。そういうのが出てて、例えばダウンロードビア NCBI データセットとかやると皆さんよく見るような、使いたいようなまとまったデータセットがダウンロードできます。例えばですね、これクリックすると、データセットとしてどういうものがあるかというのが、このように出てきます。で、まあ、いろんなデータセットあるんですけど、まあ、人のデータもですね、2003年ぐらいに最初のものが出てからですね、どん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 こうバージョンアップ重ねてきてて、まあね、年を見ると分かると思うんですけど、いっぱいある。で、現状よく使われるのはこの、GRC-H38 っていうバージョンのものです。で、まあ、時にというか、まあ、ちょっと古いデータなんかだと、この H37 の方ですね、こっちを使うっていう時もあると思うんですが、まあ、主には今こっちだと思います。で、まあ、こういうもので、まあ、チェックして、みたいな。で、これでダウンロードみたいなことをすると、まあ、人のゲノムのデータですね、が、まあ、得られるというふうに、まあ、なってます。で、まあ、データビューアーはそれ以外に、こうやっていろいろ、こう、ナビゲートしてですね、ここをクリックすると、こう、霊長類が見えて、さらに上に行って、上に行って、みたいにして、こう、いろんな生物、ですね、チンパンジーを見るとチンパンジーは確かに人とほとんど染色体も同じだけど2番染色体が割れてますとか、なんかね、そういうようなことがこう分かったりして、なかなか楽しいんですけれども、まあ、楽しい、これ楽しいだけでちょっと講義終わってしまうのでダメで、ちょっと説明に入ると、まあ、皆さんが使いたい生物がですね、これな、まあ、これで出てこない時もあると思います。それはですね、代表的な生物しか載せてないからで、例えば、私、裸デバネズミの研究してるので、ネイキッドモールラット、これですね、これを、まあ、見たいよって言った場合は、これで検索すると、ネイキッドモールラットは出てきて、マウスというか、まあ、マウスよりは、この辺の、ものに近いと。まあ、ダマラモールラット、ダマラランドネズミ、デバネズミですね。それなんかとこう近いとか、そういうふうなのが分かったりとかして。で、まあ、ここで出たら、こっちに、詳しいのを見ると、これで、まあ、データセットも取れますし、まあ、アッセンブリも何個かあるとか、まあ、レフセックのデータがこういうのあるとか、そういうのが、まあ、分かると。そういう、ものになってます。
で、まあ、そういうあの NCBI のデータですね。NCBI にまあ登録されたってことは、その公的なデータベースとして、入ってるってことなんで、ここにあるのがまあ最もなんですが、今見てたみたいに、たどっていくのは、なかなか面白いんですが、ちょっとあのリストで欲しいよっていう方がいると思います。そういう場合は、この Browse by Organism っていうのが用意されています。まあ、これも、タブで開くとですね。これかな。はい。こういうふうに、ざっと出てきちゃってあれなんですが、例えば、まあ、アルファベット順っていうか、ここで相当されちゃってるからわからないんですが、例えば、このサイズでクリックすると、あれ？サイズ順のヒットとか言われちゃいました。ちょっとそういう場合は、もう一回、リロードしましょう。で、ここですね。でも、サイズで一回クリックすると小さい文字に並んじゃうので、それだとあまり面白くないので、もう一回クリックします。そうすると大きい文字に並んでですね、どういう、つまり、ゲノムサイズがでかい文字に、すでに決まってる、データベースに入っているもの順に並ぶんですけど、まあ、人がだいたい3ギガです。3ギガだと、全然、この辺よりでかいということで、この、トップ50にも人は出てこないんですが、じゃあこのでかかったのは何かっていうと、この1番はこれ廃業で、2番はこれウーパーループですね。とかいうふうに、あと3番以降はずっとこれ植物ですけれども、こんなふうに、大きいもん順に並んだりとか、生息体の数が分かっているものに関しては、このように並んだりとか。いうふうに見ることができますし、ここで、絞り込むことができます。例えば、昆虫が見たいよって場合は、インセクタとかで、検索すると、インセクタの分類のものが出てきて、やっぱり同じようにサイズで、1回、でもう1回ってやると、出てきて、まあ、昆虫で、でかいゲノムを持ってて決まってるものが出るんですけど、まあ、ロカスタとか、これ、まあ、バッタ、トノサマバッタです。トノサマバッタとか、これ2番目のよくわからないこの読み方です。これ、七不思なんですけど、まあ、こんな風に、その辺のものはですね、人の遺伝、ゲノムよりサイズよりもでかいゲノムを持つ昆虫っていうのが、まあ、こういった具体的にわかると。もちろん、この辺のをクリックすると、それぞれごとの、情報が得られてですね、そういうデータを使いたいときは、ここの上にまとめられています。こういうものを使ってやる。もしくは、下で見て、その実際に読まれたゲノムに関する詳細が見ることができると。そういうことになっています。はい。まあ、ゲノムデータベースに関しては、どん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 説明していくと、キリがないので、まあ、こんな感じになってるっていうので、皆さんも、自分の興味のあるものを見てほしいんですが、まあ、こういうNCBI がまとめてくれているもの以外にですね、それを研究してきた方々がまとめているモデル生物各種ごとの、ね、データベースというのも、結構あります。例えば、有名なのはハエだったらフライベースであるとか、まあ、人の病原体を媒介する未脊椎動物にはベクターベースなんていうふうに、割とこういうその生物種ごとに、たくさんデータを蓄えているものがあって、そちらを、使って研究されているって方も多いのではないかと思います。もちろんそちらもいいんですけど、NCBI なんていうのはいろんな生物をこう集めてきているっていうふうな点で、そういうのとはちょっと違う一線を画すものになっています。はい。で、いろいろゲノムデータベースに関してはいろいろもっと言いたいことあるんですが、この以下のですね、ゲノムブラウザーのセクションにて、ちょっと、その辺の話はしようかなと思います。で、ゲノムブラウザーの話ができたんですけど、ゲノムブラウザーって何ですかってことなんですが、あれですね、塩基配列を解読したもの、まあ、塩基配列、要するにゲノムなんですけど、ゲノムを決めた生物、ゲノムのものに関して、ゲノム配列のどこにどういう特徴があるかという、そういう、特徴をこう、どんどんこう注釈入れていく、付与していくんですね。まあ、そういうことをアノテーションって言うんですけど、そのアノテーションですね。そのアノテーションを見るための仕組みってことが、この、ゲノムブラウザーっていうふうに思ってください。ですので、ゲノムが決まったものが限定なんですね。生物。
で、その決まったゲノムに対して、この位置に例えばこういう遺伝子あったよとか、こういうリピートがあったよとか、そういうふうなものを、まあ、見る、そういう仕組みになってて、まあ、人ではもうはるか昔というか、もうゲノム、人ゲノムが決まった頃からですね、ずっともう20年ぐらい、ずっと使われているもので、割と、まあ、いろんな研究では使われてきているので、皆さんもぜひ、まだ使ってないよっていう人は、ぜひ便利なんで使ってください。大抵の皆さんが知りたいデータ、ゲノム上、ゲノムが絡みそうなデータっていうのは、ここに実はもう乗っかってます。しかもそういうふうなゲノム配列の座標という点で統合された形で、見ることができます。はい。で、まあ、ゲノムブラウザーにはいろいろあるんですけれども、まず言っておくと、まあ、オンラインでアクセスする形と、自分のところで使う、自分のところのコンピューターでだけで使うローカル型というものがあってですね、まあ、ほとんどがオンライン型なんですけれども、まあ、オンライン型でよく使うのが、この2つの UCSC というのとアンサンブルというものです。UCSC というのは名前の通り、University of California Santa Cruz という大学が、作っているゲノムブラウザーで、まあ、こういうやつですね。UCSC ゲノムブラウザーって言っても、これも、まあ、論文ちょっと読んだらすぐ出てくる、話かなと思います。こういうやつですね。で、もう一つのこの何て読むか分からないってよく言われるんですけど、アンサンブルですね。アンサンブルゲノムデータです。こちらの方はですね、ヨーロッパのイギリスのにある EBI ですね。ヨーロピアンバイオインフォマティクスインスティテュートの方で作ってるものです。で、2つともすごくよく使われるので、まあ、ミラーサーバーにこうやってね、なって、www で見たはずなのにアジアとかになっちゃったりとかしてますけど、まあ、こういう、ものです。こういうサイトでまあ見たことあるんじゃないかなと思います、入り口は。で、まあ、よく言われるのは、それで何使うか分かんない、どうやって使っていいか分かんないよ、みたいな話を聞くんですけど、まあ、それに関してはちょっと下で詳しく説明します。で、NCBI の方でも、まあ、先ほど言ってきた、その NCBI ゲノムデータビューは、さっき言ったやつですね、が、まあ、作られてて、まあ、そういうので、ゲノムブラウザーとして同じようなものが使えるんですけど、NCBI の方はブラウザーって言わないで、データビューはっていうふうに言ってます。はい、そういう、まあ、オンライン型で、オンラインのいい点は、どんどん、そのデータベースですね、アップデートされてって、見たい情報がですね、どんどん、入ってると、入っていってると。更新されていってると。そういう点がいい点です。で、ローカル型っていうのは、外には出せないデータとか、自分のところにしか持ってないデータを統合するのに使うもんで、Integrated Genomics Viewer っていうソフト、IGV っていうので、使ったことある人がいるんじゃないかというふうに思うんですけれども、そういう、まあ、ソフトウェアです。今日は特にここは詳しく言いません。で、ゲノムブラウザーなんですけど、この UCSC ゲノムブラウザーを、まあ、使うやり方っていうのをまず実習の位置としてじっくりやろうかなというふうに思います。ですので皆さんこの UCSC のゲノムブラウザーというものをやるというふうにまず思ってください。で、UCSC のゲノムブラウザーなんですけどさっき開いちゃったんですが、せっかくなんでそれの探し方からいきましょう。まあ多分こういうでアドレスはすぐ忘れちゃうと思うので、ただこの UCSC ゲノムブラウザーという名前だけは覚えて帰ってください。で、これで、まずですね、まあ、コピーすると。で、まあ、新しい、タブ、まあ、ウィンドウでもいいんですけど、開いて、ここで、ペーストしますね。で、検索してください。まあ、いろいろ、まあ、私、Google 使いましたけど、Bing でもいいです。とにかくインターネット検索していただいて、やると、まあ、結果はもちろん皆さん僕と違うと思うんですが、こういうふうに多分上の方に出てくるんじゃないかなと思います。UCSC ゲノムブラウザーサンタクルーズ。で、これクリックしていただくと、こういうページ、まあ、さっき見たのと同じですけど、こういうページが出てくると思います。それで、トップページを開く。まあ、ここまで一番やりました。で、まあ、いろいろリストされてますと。で、一番、Our ツールの一番にあるゲノムブラウザーをクリックします。それはですね、Our Tools、こうですね。Our Tools のゲノムブラウザー。まあ、これ実はいろいろなところにゲノムブラウザーってあってあれなんですけど、説明の都合上、ここをまずクリックします。はい、クリックします。そうするとですね、なんか聞いてきます。よく読むと、ミラーサーバーがありますと。あなたは、一番使いのはゲノムアジアでしょうと。そっちでいいですかというふうになってるので、
こっちを使うように、まあ、日本の方の場合はしてください。で、まあ、カリフォルニアに住んでるとかいう方は、こっちの、UCS に近い方にでもいいと思うんですけど、こっちのゲノムアジアっていう方をクリックしてください。これやると、理化学研究所の横浜の方で、ミラーしているこの UCSC ゲノムブラウザーに接続することになります。クリックします。まあ、内容は全く一緒です。ミラーっていうぐらいですから、鏡ですから、全く同じで、まあ、ミラーだからといって、左右変わってるとかそういうのはなくて、全く、同じ、ミラーサーバーってそういう意味で、全く同じ、中身が別のサーバー、別の場所にあるっていう、ものです。だから逆にですね、UCSC の本当のサイトはですね、まあ、ダウンしてるとか、なんとかいうときはこちらを使うと便利だよっていう、そういう、使い方のチップスもあります。で、このページが出てきたと思います。で、いいですか？皆さん、ついてきてますかね？まあ、このページまで、まあ、たどり着ける。もうこれですね、3番ですね。最寄りのミラーサイトに接続するか聞いてくるので、指示に従う。はい、従いました。で、ゲノムブラウザのページが開きますと。で、生物集とアセンブリーを選びましょうと。で、まあ、自分の好きな生物でやってもいいんですけど、ここではちょっとチュートリアルなんで、まあ、人で、GRCH38 やって、検索も、まあ、コロナ関係ということで ACE2 をやろうと思います。まあ、デフォルトでこれになってる。まあ、皆さん違うかもしれません。なんか一回アクセスしたとかいう場合は、人になってるかというのをまず、確かめて、人になってない場合はですね、まあ、例えばマウスを使ってたという場合は、こう人をクリックすると人になります。で、ここもバージョンは38にしてください。で、ここで、何か入れるんですけど、ちょっとここの、検索窓が賢くて、ACE2 って入力すると、これですかって聞いてきます。アンジオテンシン1コンバーティングエンザイム2ですかって聞いてくるんで、これの場合はですね、これをですね、下のウィンドウをこれ、ウィンドウっていうか、まあ、ピロ窓をこれに、反転させて、これでクリックしてください。そうすると、今の場所はここですねっていうふうに、出ます。もう一回やりますね。これ、何もしないとき、まあ、ちょっと、まあ、ラットとかにして、戻って、で、これで、人を選んでもらって、ACE2 ってやって、こうやって出てくるから、これ。そうすると、この場所を見に行きますよって出るので、これで Go ってやってください。そうすると、まあ、こんな風に、ACE2 の、リージョンの、が、まあ、出るんですけれども、それはですね、ここの上見ましょう。CHRX ってあるから、これ染色体 X ですね。要するに X 染色体のこの部分です。で、この部分って言われても人間にはよくわからないんですが、下でわかるように可視化してくれてて、これが、まあ、X 染色体で、の、この赤い部分。ここです。で、それを拡大したのがこの下の、イメージで、このゲジゲジみたいなやつの、黒く太くなってる部分。ありますね。この太くなってる部分がエクソンで、このゲジゲジみたいになんか線で結ばれてる部分はイントロンです。ですので、ここはスプライシングの際に飛ばされて、いくと。で、何個もあるのは何でかってよく言われるんですけど、これはですね、それぞれごとに遺伝子のモデルが違うというふうになってます。つまり、言いたい、もうちょっと専門用語で言うと、トランスクリプトの、バリアントになってます。まあ、いろいろですね、遺伝子をたくさん深く読んでいくと、ちょっとずつ違うものが出てくるわけなんですけど、まあ、それがですね、ちょっとずつ構造が違うと。例えば、まあ、途中から始まってるようなものも、トランスクリプトもあるし、通常のものよとは違う。で、これちょっとね、注意してほしいのはですね、このゲノムブラウザーを見るときは、基本的には、こう遺伝子書くときは、必ず左側が5プライム、5ダッシュとか言って、右側が3ダッシュ、3プライム側だというふうに、習ってきたと思うんですが、このゲノムブラウザの場合は、実はその、プラスさとマイナスさ両方ありますから、プラスさの場合は確かに5プライム側が左に来ますが、マイナスさですね、逆さの方にコードされている遺伝子、実はこの ACE2 がそうなんですけど、の場合はですね、5プライム側が右になって、3プライム側がですね、左になります。ですので、この場合、5プライム側がこっちで、要するにプロモーター領域って言ったときは、この辺の、こっち側の、
これもよく間違えてですね、左側の方の配列取ってきてハマってる人いるんで、それは気をつけてください。で、まあ、いろんな遺伝子モデルあるんですが、レフセックのキュレーテッドっていう、要するにレフセックでキュレーションしたデータでは、こういうふうな遺伝子構造ですよっていうふうに、まあ、言ってます。で、まあ、これ、実はその太い部分ですね、この長方形の部分にも太さがちょっとずつあるの分かると思うんですが、ここはそうですね、ちょっと細い部分と太い部分で、あとはずっと太くなっている。で、本当はですね、こっち側から見てほしいんですけど、細い部分から始まって、ここから太くなって、太くなって、また細くなって、これどういう意味かというと、これ実はタンパク質をコードしている領域とそうでない領域、要するにアントランスレイティドリージョン、UTR のことを言ってます。この細い部分は、これ3プライム UTR のことで、こっち側の、まあ、スプライシングも受けているこの部分は、5プライム UTR。で、中の部分が、アミノ酸をコードした部分っていうふうに、表示されています。まあ、そんなふうに、まあ、見た目の方が、まあ、アクセスのはすごく簡単で、見た目を解釈する方が、まあ、難しいというふうになっているのが、このゲノムブラウザーで、いっぱい本当データが、情報が入っててですね。もうこの回でずっと説明したら終わっちゃうぐらいなんで、まあ、ええ加減にして先に進みますけれども、そういうものになってます。ですので、これもいろいろ見てると本当面白くてですね、もうちょっと脱線しておくと、ここですね、これいろんな生物でのこの、カウンターパートがよく保存されてる部分が黒くなるように見てて、まあ、いろんなゼブラフィッシュまで見て、やっぱり縦棒が続いているっていう部分は、やはりその部分はすごく生物主観で保存されている。まあ、とりも直さず、アミノ酸、タンパク質をコードされている部分がもちろん多いんですけれども、いろんなモデルで保存されている部分というものが、これ一目で分かると。っていうふうになってます。はい。まあ、ここで、これを見た、この部分だけで情報量もとても多いんですが、実際にはですね、いろんな情報がですね、隠されてます。こういうふうに下はこのトラックのペこれ、オプションになってて、このオプションがすごくて、ほとんどがハイドになってますね。これは本当はデータをこう出したいんだけど、いっぱい出すと大変ということで、今出てるのはここに書いてあるこの部分で、デンスとかパックなってるのは、これ見せるレベルを書いてます。でまあ、ハイドの場合は見せないんだけど、デンスだと一番控えめで、スクイッシュ、パック、フルっていう風な順番で、どんどん見せるレベルが上がっていくという風になっててですね、例えば今さっきのレフセックで見ると、そうですね、フルとかにしちゃうとどうなるかな、これでリフレッシュってやります。そうするとですね、いっぱいこうレフセックのいろんな情報が出てきますっていう風に、ここ変えるとどんどん情報が変わっていくので、見てください。で、ハイドになっている部分を足すっていうのを今からやろうと思うんですが、こうやっていろいろいじっちゃったらですね、元々のが分かんなくなっちゃうので、それを解消するやり方として、ここにデフォルトトラックっていうのがあります。ここですね。これをクリックすると一番最初の状態に戻ります。なので、一番最初に戻れると。でなんかいろいろいじっちゃってもいいです。最後デフォルトトラックを押せば。はい。それでですね、今からこの講習でやるっていうのは、これもいつもよくやってるやつなんですけど、アンサンブルじゃないわ、アンサンブルじゃない、すみません、エンコードの、プロジェクトでやられた、転写因子の、結合領域の、情報をここに出そうというものです。まあ、もちろん今、皆さんそれぞれいろいろ興味があるものがあると思うんですが、まあ、一番皆さん興味ありそうと思ってるのはそれです。でこれもですね、古い、私の講習とか見ると、同じことを教えてるんですが、毎回なんかいろいろ変わってるんですね。それは、この UCSC 側のこの、まあ説明とかがどんどん進化して変わってってるからなんですけど、だんだんこう情報量多くなりすぎてですね、すごい変わってます。で、現時点でのやり方、2021年7月です。後で見てる方、そこを注意してください。また変わってるかもしれません。はですね、このエンコードレギュレーショントラックっていうのをレギュレーションのカテゴリーから探してくださいということになっています。このレギュレーションですね。レギュレーションのカテゴリーの中にエンコードレギュレーショントラック、これです。あります。あれ見えてるじゃないと思いますよね、ショー。あれ見えてるんですけど、実際には転写因子の情報なんて出てませんよね。これはですね、実はここの情報が多すぎて入れ子になってるんですね。階層的になってるんです。どうなってるか、じゃあここをクリックしましょう。こんな風になってて、今見えてたのは実はこの、
ヒストン関係の H3H27 の、 AC アセチル化関係 の、 情報だけだったんですね。それは困ったと。僕らが見たかったこの転写因子のものは見事にハイドになってます。ガーンってことで、足しましょう。で、どうするかっていうのは、ここの、テキストの6番に書いてる通り、TF クラスターズっていうのをハイドからパックにしましょうというふうになってます。TF クラスター、TF にも、TF 転写因子でね、トランスクリプションファクターの2通りあるんですけど、とりあえずこのクラスターの方やってください。パックにしましょう。パック。パックにすると、勝手にチェック入ります。で、サブミットって言ってください。そうすると、さっきの画面に戻ります。そしてですね、なんかすっごいいっぱいデータ入りました。転写因子ですね。転写因子の結合領域です、ね。がこんな風に、いっぱい、エンコードのプロジェクトで、いろんな、抗体を集めてきて、チップセックをやった結果というのがこういう風に出てます。いろんな転写因子が、くっついてるっていうのが、わかると思うんですけど、もっと驚きなのは、この、遺伝子の中なのにそういうのがいっぱいくっついてるっていうのが、わかるってことです。実際にはこんな風にいろいろくっついてるんだっていうのがわかると思います。はい。で、そうですね。で、こういう風なものだけ見ても、わからんですわっていう人が多いんで、もうちょっと使えるやり方を教えますと、遺伝子全長を見てるので、せっかくなので、拡大する方法とかね、この辺で、ズームインっていうのをボタンを押せば、ズームされるんですけど、逆に言うと、ズームアウトっていうのをやると、例えば 1.5 倍っていうのを押すと、ズームアウトされて引いてですね、こういうふうに周りの遺伝子も見えるようになるんですけれども、じゃあせっかくなので、この辺がどうもプロモーター領域っぽいので、この辺だけ見たいよっていう場合はですね、このマウスでドラッグします。ここで一回クリックして、ぐーっと、これじゃダメだった。すいません、間違えました。僕も間違えて、これでグッてやって、グッてやると、こう動くんですね。動くだけでしたね。動くので、ここで真ん中でやりましょう。真ん中でやって、この辺で、ズームイン、例えば10かけとかあります。そうすると、この部分が、でも10かけはちょっとやりすぎでしたね。ちょっとズームアウトして3かけ戻しましょう。そうすると、この辺の部分。で、この辺をもうちょっとこう、ぐーっとこう、戻すと。これはドラッグアンドドロップやってるだけです。で、この辺をまたちょっと三角形でズームインとかやっていくと、この辺にくっつきそうな転写因子の情報がいっぱい見えるようになってきました。で、何でもいいんですけど、CBP ベータとかがたくさんくっついてる情報があったので、こういうふうなものをこうクリックすると、そこの領域でくっついたという情報、場所と、それの実験情報とか、どういう実験だったかというのは全部書かれているので、ぜひこういうふうなものを参考にして、使った場合はですね、ぜひこの辺のリファレンスをちゃんと引用して、データを出した人に感謝してというか、適切な引用をよろしくお願いいたします。っていう感じで、このゲノムブラウザーをですね、いろんなものが入ってるんですね。で、さっきも言ったように、こうやっていろいろいじっちゃったらですね、これちょっと戻りましょうか。戻って。いっぱいあるのを元に戻して、みたいなのが、こちらのデフォルトトラックね。しつこく何回も言いますけど、このデフォルトトラックでやってると戻る。それ以外にもいろいろ発言関係もね、見えたり。するんですけど、それに関してはもう皆さんぜひ進めてほしいなと思います。で、それに関しては実はその UCSC ゲノムブラウザーの統合テレビあるので、復習のところで、やりましょうという、ことです。で、またこれ、この拡大した部分です。もっと拡大しようかな。逆でした。すいません。ズームインですね。ズームインが拡大です。この下部分で、さっきの、もう一回レギュレーションに戻って、さっきね、デフォルトにしちゃったので戻ってるんですけど、フルに変えて、
サブミットとかやると、もっとさっきよりも多い情報がこういうふうに景色が変わって、まあ、見えますよっていうのが、この、8番の部分でした。すいません、これ8番飛ばしてました。はい。まあ、復習の統合テレビありますし、さらに発展ですね。この UCSC ゲノムブラウザーを使っていろんなツールがあります。で、まあ、そうですね。まあ、自分たちのところでプログラミングするのに必要なデータを、こう UCSC のテーブルブラウザーというものを使って、バルクで取ってくるみたいなこともできまして、この統合テレビが実は最新作で、現状の、クリックしちゃいましたが、見えるようになってますので、ぜひこれも、活用していただければ、6月の30日に作られた最新版です。になってますので、非常に、アップトゥーデートされ続けている、このゲノムブラウザーでよく使われておりますので、使ってください。で、ここから、アンサンブルの方の話をしちゃうと思うんですが、アンサンブルは、まあ、あまりこう、詳しくはやりませんが、応用ですので、やりませんが、やっぱアンサンブルも同じようにですね、ゲノムブラウザーなんですが、UCSC ゲノムブラウザーが、先ほど見たように、これかな。実はミラーを見てくださいね。こういうふうにですね、いろんな生物を対象としてて、一応すべての生物っていうのを、まあ、対象にしてます。に対して、アンサンブルはですね、基本的には脊椎動物ってことになってます。これですね。なってるんですが、で、まあ、それの比較ゲノムとか、まあ、進化、配列、変異、転写制御などの研究をサポートするツールとしてあります。まあ、アンサンブルでも、AC2 なんかを、検索してやるのを、まあ、応用課題としてやってください。そうすると、まあ、人とかをこう、さらに絞り込んでいって、同じような領域が見えるんじゃないかなというふうに思います。で、実は、一番荒っぽいことをやろうと思うと、この、ここのプロジェクトっていうので、先ほど見てたこの領域ありますね。そこから、ちょっと UCSC に戻っちゃうんですけど、このアンサンブルっていう、こう、ビューっていうところメニューがあって、アンサンブルっていうのがあるんですけど、それクリックすると、アンサンブルの該当領域にどんどん飛んでくれます。ですので、アンサンブルでも見たいよって言ったときは、実はこれが一番簡単です。はい。意外と知られてないんじゃないかなというふうに思うんですけど、こういう、便利機能もあります。で、まあ、アンサンブルゲノムブラウザー、そういう意味で、脊椎動物、非常に便利なんですけれども、実は、ここからが、新しいというか、他であんま喋ってない話なんですが、アンサンブルゲノムズという、のプロジェクトが、出てます。これはですね、その脊椎動物以外の生物でもアンサンブルの枠組みで、見れるようにしようというプロジェクトでして、脊椎動物以外の植物などなど、ここに書いてあるものが見れるようになってて、こういうふうになってますね。で、私なんかもは、まあ、カイコの研究とかもしてて、昆虫使うので、このアンサンブルメタゾアというのを割とっていうかもう結構よく使ってます。で、まあ、ここもですね、アンサンブルと同じようにデータ集めてくれてるんですけれども、基本的にアノテーションはですね、各、まあ、研究コミュニティがやったものを、まあ、使うってことで、あまりこう、アノテーションがお世辞にもいいわけではないんですけれども、一応データとしてこういうふうに、溜まってて、これメタゾアの例ですけど、どういうデータが利用可能かっていうのは、実はこっちの、このオール、いろんな生物を見たときに出てくる、これで分かってて、バリエーションのデータがあるとか、レギュレーションのデータがあるとか、そういうふうなものが見えて、こういうふうにあって、まあ、アヌフェラスが多いのは、そうですね、ベクター関係で、こう、すごいたくさんあるんですけれども、そういうふうなデータがどういうレベルであるかっていうのは、こういうふうに見えるようになっています。はい、そういうアンサンブルゲノムズ。っていうのも、あるんですけれども、これに関してもですね、ゲノムブラウザーがたくさん、ゲノムブラウザーに関する、アンサンブルゲノムブラウザーに関する統合テレビがたくさん、できてますので、そちらを見て、ぜひ、使ってみたらと思い、使っていただけたらと思います。まあ、UCSC と同じかと言われると、割とアンサンブルの方が、可視化に、力入れて、綺麗な可視化が、出たりするので、今日はちょっと、発展すぎて、言及しませんけれども、そちらを見てちょっと使っていただけると便利かなと思ってます。
私なんかは割とこっちのアンサンブルゲノムブラザーのデータを使って、比較、生物主観比較解析なんかには使ってて、こっちの方が便利かなというふうに、システマティックに比較できるかなというふうに思ってます。はい。ちょっとすいません。時間がなくなってきたので、進めたいと思います。で、塩基配列。次の、まあ、大きなテーマの塩基配列のデータベースなんですけれども、基本的に塩基配列、拡散ですね。拡散のデータに関しては、まあ、世界的なコラボレーションというのを30年以上前からやってて、それのことがこの INSDC と言われてて、インターナショナルヌクレオタイドシークエンスデータベースコラボレーションというのの、略で、まあ、米国の場合は NCBI。イギリスは EB、イギリスか、ヨーロッパは EBI、日本は DDBJ っていうところが、データをですね、一箇所に登録されると、他にも反映されるという仕組みをですね、データの交換をずっと行ってて、まあ、かつてはこのアノテーテッドシーケンス、DDBJ であるとか、昔エンブルって言ってたやつとか、ジェンバンクっていうふうなものだったんですが、まあ、いろいろ配列解読手法の発展、劇的な発達により変わってきて、今だと、NGS ですね。次世代シーケンサーから出てきたデータも SRA と呼ばれる形でのデータの交換。まあ、あとはそのデータに関してどういうサンプルを使ったか、で、どういう研究でやったかみたいなことに関して、バイオサンプル、バイオプロジェクトっていう形でのデータベースですね。そういうものの交換を、やっております。でまあ、せっかく日本でやってるので、日本ので出したデータに DDBJ に登録してもらえるといいなというふうに思ってます。これはマストじゃないんですけれども、登録してくれるといいなと思ってます。もともとはこのデータベースのアクセッション番号なんていう言い方しますけど、本当は ID だと思ってるんですが、まあ、登録番号という意味でアクセッション番号と言われてて、まあ、塩基配列のアクセッション番号という形でこんな、AB の01647210みたいなで、番号を見ることが多いんじゃないかなと思います。でこれで知っておいてほしいのは、実際のアクセッション番号っていうのは、この前の方の点数字の前です。で、点数字はですね、実はこれバージョン番号って言って、この、データの登録がですね、更新された場合に、ここが、2とか3とかに変わっていくんで、まあ、そういうことはぜひ、基礎知識として知っておいていただければと思います。アクセッション番号で検索したのにうまくいかないっていうのは大体これの場合が多くて、これ全部で検索するとダメなことも多くて、この前の部分だけにしないといけないとか、なんかいろいろあるんです。そういうのを、ぜひ皆さんも気をつけてやってほしいなというふうに思います。まあ、SRA とか DDBJ のことに関してはここで今、口走ったというか、まあ、簡単に言わせていただいた通りなんですけれども、ここの表にあるデータ以外の NCBI のデータは交換されてないので、まあ、DDBJ でゲオのデータ、NCBI ゲオのデータとかパブメドのデータは当然まあ交換されてません。ですので、まあ、ここにそれは検索する必要があって、出てこないんですね。その最たるものが実はレフセックでして、レフセックのデータっていうのは NCBI が作ってる、まあ、キュレーションしたデータベースなんですね。こういう NM なんとかで始まるやつですね。これは、DDBJ にはだから入ってないんですね。こっちに入ってないんで。ですので、ですが、NCBI だとこの NM から始まる番号も同じように検索できると。まあ、そういうものを、まあ、簡単に検索するのに、DBCS で作っているこの Google なというのを使っても、簡単に検索することができます。まあ、まあ、そういう、それ以外にですね、まあ、レフセックを検索するための統合テレビなんかもありますので、ぜひ、そっちを使ってください。で、まあ、これは参考程度というふうに、見といていただきたいんですが、実はつい、数日前にですね、DBCS の方が新しいツールが、この ID に関するツールが、紹介されました。それが、この、本当に、新しいので、ニュースで、確認していただけるといいぐらいの、この、統合 ID というものです。で統合 ID っていうのは、この、そういう、データベースの ID を、辿ってってですね、これはこれと関係あるとか、これとどうなってるみたいなのをこう検索できて、こういうふうに、レフセックの ID は、この NCBA の人員のこれでとか、そういうふうな関係性ですね。データベース間の関係性をこう可視化できるというふうな、あとデータを取得できるみたいなツールになってて、
まあ、せっかくなんで試してみようと思うと、私自身がこの本の中にで公開しているこの ID のリストは あるんですけど、このテキストでクリックしていただけると、皆さんも見れると思うんですが、あれ？どっか行っちゃった。ちょっとずつ消していきます。ここか。こういうやつですね。でこれを、反転して、コピーしてですね。で、統合 ID、これですね。これを、これのページに行ってですね、ここで、貼り付けると。そういうことをしてサブミットってやると、こう、あなたは僕が投げたのの、何個かは、レフセックですね、とかで言うんですけど、ここをクリックすると、そのデータがですね、さらに取って NCBA の人員と関係がありますね、ってなって、さらにそれは、うん、ユニプロットとかと関係ありますねってなって、そのユニプロットのやつの関係性はみたいにこういうふうにどん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 辿っていけると。まあ、それもですね、何がそれが関係してたかっていうと、ここのテーブルみたいなマークをクリックすると、こういう結果として得られる。で、エクスポートってすると、ダウンロード、ID のダウンロードができると。それで、自分の、データとして、こういうふうに、まあ、取ることができるということで、この ID の変換が割と大変っていうふうなことが、いろいろ多くてですね、特にエンリッチメント解析、まあ、合解析と皆さん言うこと多いんでしょうけど、そういうものをやるときに割と、中でやってくれる場合もあるんですけど、やってくれない場合もあるので、こういうのがすごく役に立つというふうになっています。ですので、ぜひやってほしいんですけど、これに関して新しすぎて統合テレビがまだないようなので、ぜひ統合テレビ、DBCS の方よろしくお願いいたします。はい。そういうことで、まずこの ID とか塩基配列の、お話に関しては、軽く、まあ、次の、DDBJ の方が、詳しく話していただけると思います。はい。それでですね、私はそこからですね、さらに配列解析入門ということで、配列解析の話を進めていこうと思います。はい。で配列解析なんですけど、まあそうですね、まあ、NGS なんかでももちろんデータを、まあ、処理することも配列解析なんですけれども、NGS の配列解析に関しては、まあ、でかいデータをこう取ってきてみたいな感じでなるんですけど、そこのですね、根底にある一番、よく使う配列類似性検索、そこの部分を中心に今日はお話しします。で、NGS のデータ解析の実際に関しては、まあ、また別の機会というか、まあ、このシリーズの別の機会で、お話があると思うので、そっちで見ていただければ、見てください。こちらでは一番基本的な部分しかちょっとお話しする時間もないので、お話、そうさせてください。なんでそういうふうに、そこを言ってくれないんだっていうふうに思う人いるかもしれないですけど、これ実は私の、バイフィマティックスを教えているシラバスで15回分、まあ1回90分の授業をやってるんですけど、見ていただけるとですね、わかるように、NGS の解析だけでですね、この9回からあと全部 NGS の解析なんですね。で、その前の部分ですね、この辺の、まあ3回から7回、8回目ぐらいが、この今日の、配列解析の基本的な部分の話なんですけど、今回、90分ぐらいしか授業がなく、時間がなくて、これ1回90分の授業を、こんだけやってるのを、だいぶ、端折ってですね、お話ししていることもあって、まあ、だいぶ、無理があるんですね。ですので、今日は触りの部分だけ、話しさせていただいて、他は3、まあ、別の、動画を見てくれるといいかなというふうに思ってます。で、今日はこの配列類性検索の部分を特に話しようと思うんですけど、これをやる前に実はそのデータ形式の話もしないといけないので、データ形式の話をしてから、そっちに入ろうかなというふうに思います。はい。で、データ解析、データ形式なんですけれども、まあ、ファイルフォーマットとも言います。で、配列のデータとか取ってきたときに、まあいろんな形式があるなっていうのは知ってるかもしれませんが、まあ、皆さんが一番よく見るのはこのファスタ形式、ファスト A 形式っていうふうにも呼ばれますが、かなっていうふうに思います。で、ファイルの拡張して .fa みたいなのがついてる。
みたいなやつですね。なんですけど、これもまあ、平たく言うとテキスト形式なんですね。つまり、まあ、ファイル拡張子では普通だったら .txt みたいなもので、このファイル拡張子がこういうふうにファスタとかになっているから、まあ、ダブルクリックしても Windows や Mac だと開きませんよみたいなこと言われること多いんですが、実際には中身はテキストのデータなので、無理やり、そういう、テキストエディターなんかで開くと、中身が見えるという形式になっていると思うんですが、実はほとんどの形式がですね、そのようにテキスト形式になっています。もちろん普段はですね、圧縮ですね、ZIP 圧縮とか GZIP 圧縮みたいなのがかかってて、圧縮形式をほどいてからになりますけれども、ほとんどのデータが、テキスト形式で、テキストじゃない形式のものっていうと、この、SRA ですね、このシーケンスリードアーカイブで配られているこの、データ形式は、これはすごく圧縮がかかってて、この圧縮されているデータ形式はバイナリー形式って言ってテキストではありません。あと、この、サムバムっていう形式の、バムの方ですね。サム形式の方はでもテキストです。で、そのサム形式のテキストをバイナリーにしたのはこのバム形式で、これはバイナリー形式ってテキストじゃないです。ですが、それ以外のものは全部実はテキストで、中身は、エディター、テキストエディターなんかで開くと、見えること、VS コード、ビジュアルスタジオコードみたいなプログラムで、まあ、開くと、見えるんですね。っていうふうに、基本的にはいろいろあるんだけど、みんなテキストファイルで、じゃあなんでファイルフォーマット違うかって言ってると、その中のテキストの書き方が違うんです。で、どう違うかっていうのはちょっと全部は今日説明できないんですが、できないので簡単に言いますけど、まあ、ファスタはよく使うヘッダー行に不等号から始まって、その2行目以降が実際の塩基配列、もしくはアミノ酸配列のデータが入ってるみたいなものです。でファスト級形式っていうのは、これは、NGS なんかで、よく使う、塩基配列のデータとクオリティが一緒に入った形式で、まあ、これも、ヘッダーと実際の中身と、クオリティの情報が、まあ、繰り返し出るというふうな、形式になってますが、このファスト級形式はですね、リードが、まあ、多いと、まあ、リードの、例えば、2000万リードを読んでたとしたら、実は1エントリー4行決まってるので、2000万エントリーかける4なんで、8000万エントリーの行数になって、普通のまあテキストエディターなんかで開くと、開けないぐらいでかいというふうなものになってます。まあ、それ以外にもいろいろあってですね、まあ、よく使うのは、まあ、こういう GFF、GTF とか BED というゲノムに対するアノテーションの形式。まあ、あと、サムバムはあんまり見ないかもしれないですけど、これは実はサムバム形式のはリファレンスゲノム配列へのアライメントの形式です。たまにクラムとか聞くかもしれませんが、それもここの範疇になるものです。で、あと、まあ、VCF ですね。これはバリアント級するバリアントコールフォーマットというもので、まあ、VCF も人のね、多形のデータを扱う方はよく見るんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、そういう形式がいろいろある。まあ、そういう形式でですね、今は増えちゃってて変わってるんですが、まあ、一昔前はだいたいファスタ形式のものを扱う、プログラムで扱うみたいなことがまあ多くて、以下に説明するブラストとかもですね、ほとんどはこのファスタ形式で処理するものになってます。で、配列解析なんですけれども、まあ、ざっくり言っちゃうと、配列をこう並べる。このグローバルとローカルって書いてますけど、まあ、これ気にしないで2つの配列があったときにどう2つの配列を比較して並べるかというところをコンピューターにやってもらうというのがこのアライメントで配列化解析の一番源流になってます。これの場合はまあアミノ酸配列になってるんですけれども、これが一番いい例でして、グローバルアライメント、帯域アライメントというのと極小アライメント、ローカルアライメントというものの2つの性質の違いをこれ表しています。でグローバルアライメントというのは端から端までできる限りこう合わせるというようなアライメントの仕方をする。でローカルアライメントというのは一番似ているところを、まあ、端は考えないで合わせるというふうなやり方でして、まあ一般によく使われているのはこのローカルアライメントの方だと思います。で特に、まあ、データベースの検索をするといった場合は、データベース中にのいろんな配列のどこかに、似ているものがあるかというのを探すので、このローカルアライメントまあ、対応するんですけれども、このローカルアライメントを計算するのは、厳密に計算、数学的に厳密に計算しようと思うと、非常に大変なため、まあ、計算量が多いために、まあ、これをですね、
サボるって言ったら失礼なんですけど、コンピューターで、より早く見つける、まあ、なんかちょっと失敗あるかもしれないんですけど、より早く見つけるっていうふうな方法が、まあ、取られてて、それが、まあ、ブラストなんかで採用されているアルゴリズムというふうになります。で、まあ、部分的な類似を見つけるという点では、まあ、ブラストも変わらないんですけれども、まあ、配列類性検索にすごく使われているのはこっちで、まあ、よく聞くのは、まあ、配列相同性検索と何が違うんですかっていうことを、言われるんですけれども、これはですね、割と、もう昔から議論がありまして、どこ行ったかな？これか。まあ、昔からこうそういうことを、まあ、言ってて、議論になっていることあるんですけど、まあ、普通、ブラストでやるのは配列類性検索って言って、まあ、配列の相同性を見つけるっていう意味もあるんですが、配列相同性って、まあ、進化を仮定しているわけなんですね。で、配列類性検索っていうのは、そういう進化を仮定しない、検索でして、とにかく似てるか似てないかというだけにこだわるという部分です。で、ブラストでできるのは基本的には配列類性検索なんですけれども、まあ、しばしば配列相同性検索、ホモロジーという言葉を使います。本当はでもシミラリティですね。そういうふうな、まあちょっと言葉の誤用がありますので、そこは気をつけてやってほしいなというふうに思います。で、ブラストなんですけど、の、まあ、ことに関して入ってきますが、ベーシックローカルサーチアライメントツールの、略です。で、まあ、これは配列類性検索のデファクトのスタンダードになってて、この、プログラム自体も、1990年の最初ぐらいからずっと使われてて、もう30年ぐらい、バージョンアップしてどんどん使われてますが、基本的な動作原理っていうのは変わってません。で、この配列類性を検索するときに出てくるのが、この質問配列、クエリーと呼ばれるものと、検索対象 DB というサブジェクト、これ、まあ、短くサブジェクトってなっちゃってるんですけど、その2つが出てきます。それはまあもちろん似てるものを探すというんだから、自分で探したいものと相手方っていうのがあるのはまあ分かると思うんですけれども、ブラストはですね、探すときにまず自分のクエリですね、の中から、まずその短い部分をこう、ワードのリストっていうふうなものをこう、ぶった切ってどんどん作っていきます。で、そのワードのリストと、まあ、マッチするものを、まあ、探してきてっていうふうにするんですけど、まあ、マッチしてきて探すっていうやり方は最近のやり方で、ちょっと前までは実はこの 6個のぐらいの6万の、まあ、ワードっていうのをたくさん作って、それと、どれぐらい似てるか。まあ、アミノ酸の場合ですと、まあ、完全なマッチじゃなくても、まあ、アミノ酸の性質同士が似ていると近いみたいなものが当然ありますので、それであるスコア以上になるものっていうのを、まあ、データベース中から見つけてきておいて、そこで、そこと、そういうふうなものがマッチしたものの、を、まあ、起点にですね、右側と左側でどんどん伸ばしていって、スコアが悪くなるまで、そこを、まあ、伸ばしていって、そこが似ている領域とするというふうな、まあ、簡単なアルゴリズムをしています。で、まあ、塩基配列なんかですと、最近だと、コンピューターもすごく、パワーが上がったということで、このワードのリストを作るときに、塩基配列の、まあ、リストを作って、それと、まあ、マッチするものをまず作っておいて、そこでマッチしたところから伸ばしていくみたいなアルゴリズムを使っているものもあります。使っています。そういうふうな、まあ検索方法でブラストは早い。なので端から端までクエリを全部見ているわけじゃなくて、こういうふうに、まあ、似ているものを、まあ、シードを作っておいて、まあ、伸ばしていくみたいなことをしているというものになります。で、まあ、ブラストにはですね、今言ったみたいに、塩基配列の場合と、核酸配列、ね、ですの場合とアミノ酸配列の場合があるって言ったんですけど、まあ、それがですね、データベースと、クエリですね、クエリとデータベース側で、そのパターンが違うっていうのは、組み合わせがあるというふうに理解できると思うんですけど、まあ、クエリと DB で、核酸配列とアミノ酸配列、それぞれ 2×2 で4通りあるはず。いうふうになってるんですが、で実際にはブラストのプログラムは5種類あるんですね。何かが1個多いんですが、何が多いかというと、実はその核酸配列同士、クエリーと データベースが核酸配列同士の時だけが違っているというふうになってます。これはですね、ブラスト N というプログラムは、核酸配列同士の比較をするという比較のプログラムです。なので、ちょっと他のブラストとはちょっと動作が違うんですね。
で、それ以外の実はその拡散配列同士の T プラスと X も含めまして、他の全部プログラムは全部アミノ酸配列レベルで比較するというものになっています。で、アミノ酸配列レベルで比較するんですが、まあ、それぞれ、いろいろあって、例えば、クエリ側が拡散配列で、データベース側が、アミノ酸配列の場合のに使うブラスト X の場合は、自分の持っているクエリで入れた拡散配列を、アミノ酸配列に翻訳しながら、その翻訳したアミノ酸配列で、データベース同士比較します。データベースと比較します。ですので、持ってきた配列の、には、まあ、アミノ酸を翻訳しようと思うと、まあ、フレームが3つあるわけですが、実はこれ、裏側の配列も見ます。ですので、3×2 の、6通りですね、6フレーム翻訳っていうことをして、データベースと比較する。そういうことをするのが、このブラスト X です。で、このデータベースの前に T ってつくのが、データベースじゃない、プログラム名の前に T ってつくのは、実はデータベース側を翻訳するという、ちょっと大変そうなプログラムでして、データベースの拡散配列をその6フレーム翻訳して、で、アミノ酸で比較するんですが、クエリーも拡散配列の場合は T ブラスト X。クエリーはアミノ酸配列の場合は T ブラスト N というプログラムを使うと。で、まあ、アミノ酸配列同士を比較するときはブラスト P というプログラムを使うと。そういうふうになってます。まあ、これ、割と、ね、知っといてほしいんですけど、なかなかこれ、自分で使わないとわからないかなというふうに思うんですが、ぜひこれは知っておいてください。で、ちょっとブラストの実習して進めたいと思うんですけれども、まあ、ブラストの場合はですね、まずは NCBI ブラストで、検索、ググりましょうというふうになってます。やります。NCBI ブラストですね。はい。そうすると、一番上に出てくるのはこのブラストのページですね。NCBI に。はい。なかなかちょっとすぐには出てこない。こういうページが出てくると思います。それで、で、まあ、いろいろ検索できると思います。今言ったいろんなプログラム、T ブラスト X がいろいろ書いてあるのがあると思うんですけど、今の場合はちょっと拡散、ヌクレオタチドブラストをやろうと思うので、これをクリックします。はい。そうするとこういうふうにいろんなパラメータの設定の部分が出てくるんですが、検索するクエリーを、ファスタ形式で入力しますというわけなんですけど、ない場合はこのカイコのエナロアーゼを使いましょうということで、デモなんで、このカイコのエノラーゼの配列を使いたいと思うんですが、エノラーゼどこ行った？だんだん増えてくると分からなくなっちゃう。皆さんもそうだと思うんですが、エノラーゼどこ行ったかな？これですね。すいません。で、これを、全部ですね。全部をコピーします。それで、こちら側で、ここで、ペーストします。はい。ペーストして、これがクエリ。で、対象のデータベースを選びます。で、それはですね、いろいろ、ここがクエリで、で、対象のデータベース、いろいろここに、データベースに選べるんですけれども、いろいろあるんですが、デフォルトはこのヌクレオタイドコレクション、NR/NT。これはノンリダンダントヌクレオタイドということで、これやるんですけど、とりあえずこれでやりましょう。それで、これで、ブラストって、押すと、検索が、キューイングされます。こういうふうに、とりあえずあなたのジョブは、キューイングされましたと。で、では、すぐ出ましたけど、多分、皆さん今やるとですね、いろんな人がやると一斉にやるので、ちょっとずつ、時間がかかると思います。かかると思うんですけど、しばらく待ってると、この画面に最終的に遷移します。そうするとですね、自分の、投げた、このカイコのエノラーゼの配列だったんですけど、カイコのエノラーゼの配列はすでにデータベースに入ってるんで、自分自身がトップに来ますけれども、それ以外に、ボンビクスマンダリアのエノラーゼであるとか、禁煙種ですね。生物種がここに出てるので、こういうふうに、いろいろ出てるんですけれども、そういうふうな、結果が得られると。ただ、なかなか今の結果とか、見てると、見づらいかもしれないので、実は最近
いろいろツールが新しいので出てて、このグラフィックサマリーですね。このタブをクリックすると、今投げた配列がこれぐらいの長さ、1000ちょいあったんですけど、それとどこが、マッチしたかっていうのがこの赤い部分で出て、ローカルアライメントでどこからどこまで、マッチしたかっていうので出て、まあ、ほとんどマッチするものばっかりだったんですけど、こういうふうに出ます。で、まあ、実際のアライメントを見たい場合は、ここのアライメントってとこで見ることができますし、このタクソノミーっていうオプションを見ると、そのヒットであったものがどれぐらいの、今のはボンビクスモライ、解雇だったんですけど、それのまあスコアがどれぐらいだったか、まあ、離れるに従ってスコアは低くなると思うんですけど、ヒットの件数がどれぐらいあったかみたいなのもこうやって見ることができます。はい。で、そうですね。そういうものですね。まあ、そういうのがまあブラストの結果の見方っていうふうになります。でも検索対象も、まあ、変えることができて、まあ、デフォルトは NRNT なんですけれども、まあ、それ以外のブラストのものも当然あります。そういう場合は、まあ、戻ってもいいんですが、ここで確かエディットサーチです。ここをクリックすると、サーチをリファインできます。でここで、例えば、レフセックセレクトみたいな、ね、レフセック NCBI が作っているリファレンスのシーケンスのデータベースに対してブラストしますよというふうなものもできて、そうすると、レフセックセレクトってやると、ちょっとやっぱり今時間かかってますね。はい。こんな風に何秒かごとにこうやって出てですね、すぐには帰ってこない場合もこういう風にあります。ですので、ちょっと出てこないですね。まあ、帰ってきました。で、レフセックのノーシグナントシミュラリティサーチが見つかりませんでした、出たんですけれども、まあ、レフセックでやってる中にはこの解雇のやつ入ってなかったんですね。まあ、っていうふうに、まあ、こんなふうにまあ分かる。そういうものです。でまあ、そういう、まあ、今やってたのは実はクエリーがですね、拡散、塩基配列の場合の、サーチでした。ですが、まあ、よくやるのは多分アミノ酸配列かななんて思います。まあ、もちろん拡散配列でやって、翻訳させてアミノ酸配列でのサーチをやってもいいんですけれども、せっかくなんで今のやった解雇のエノラーゼのアミノ酸配列ですねをやってみる例を今やってみるとですね、これですね、これがまあその例なんですけれども、これもコピーして、やろうと思うんですが、それの場合アミノ酸配列のサーチなので一番上のここのブラストです、ブラスト R というところをクリックして、一番上まで行って、プロテインブラストですね、の方をクリックしてください。で何やるんだっけ？で、今回の場合は、そうですね、ユニプロット KB 使いましょうっていうふうになってます。ここで、今の、コピーしたものをこう、貼り付けて、なんか出てくるんですけど、まあもちろん、タンパク質、アミノ酸配列でも NR っていうのはあるんですけれども、ノリなんだとあるんですけど、せっかくなんで、このユニプロット KB、よくキュレーションされたデータベースとして有名なユニプロット KB、ナレッジベースって言うんですけど、それを使ってのブラストをやってみましょう。そうすると、やっぱりちょっと待つかもしれないんですけれども、はい、出ました。っていうふうに、自分のものは、まあ、ボンビクスモライ。だったんですが、トップはなんかドロソフィラメラノガスターだったんですね。とかそういうのがまあわかるんですけど、ここもアミノ酸配列のまあ場合も同じようにこのグラフィックサマリーであるとか、アライメント、実際のアライメントですね。まあトップはハエだったんで、症状バイだったんでどこが違うかみたいなのも見れますし、でタクソノミーみたいなものも見れるし。こっちですね。あと、この Other Report っていうところに、Distance Tree of Result って、まあ、距離行列ですね。Distance Tree とか、そういうものをまあ見るようなツールも、用意されてて、まあ、グラフィカルなツールがこのように、準備されてて、自分のところのデータと、どうだったかみたいなのが見えるんですけど、ちょっと解釈がまあ難しいかもしれませんが、こういう、ツールであるとか、あとは、実際のマルチプルアライメントですね。これは、まあ、実際に、まあ、またマルチプルアライメントをこう、
計算するツールに自動的に投げてくれて、まあ、コバルトっていうらしいんですけど、そちらに投げてくれて、まあ、計算するみたいなのとかですね。というのが出てくるんでしょうね。いろいろなもうツールが準備されてて、こういうふうなものを、まあ、使うというふうなものが、できてるんですけど、まあ、どこが、アライメントがあったかみたいなのが、このように見れるツールというふうになってるようです。次で、まあ、あとは、この MSA でマルチプルシーケンスアライメントだと思うんですけど、MSA ビューアーという、まあ、NCBA が作ってる、ツール。で、こう、結果をこう見てみるということも、できます。まあ、先ほどのと、まあ、似てますけど、はい、できます。コバルトと似てますけど。はい。で、まあ、こういう結果得られたらですね、まあ、パッと見て終わりじゃなくてですね、こう、どういう結果だったかとか、この、ね、ヒットの数とか、こういうふうなものを見て、いろいろ考察してほしいなというふうに思ってます。計算する結果はね、結構計算機に負荷かけてやってるので、ぜひ結果をですね、よく見るということを、やってくれたらなというふうに、思います。まあ、この辺のね、ツールはもう本当、ちょっといろいろ新しすぎて、私も、ちょっとついていけてなくて、どういうふうに詳しく使ったらいいかみたいなのは、統合テレビに譲りたいんですけれども、こういうマルチプルシーケンスアライメントの結果から、自分の今のクエリと、データベースにある配列のこう違いですね、アライメントの違いみたいなのを見て、その自分が、まあ、興味がある領域が、他の生物では欠損してるとか、増えてるとか、そういうことを、見る。みたいなのが、できる。という、まあ、利点かなというふうに思います。はい。で、まあ、もちろん、この NCBI のこのブラストの使い方っていうのは、統合テレビに、あります。ですので、これを見て復習していただけるといいなと思うんですが、ちょっとこれも2017年で4年前になってて、若干インターフェースが違うかもしれませんが、基本は変わってません。ですので、同じように使えると思います。でですね、今やったのは全部 NCBI のウェブサイトにアクセスしてやるという、ウェブブラスト、ウェブ版の NCBI ブラストというのを使ったんですけれども、実際にはですね、ブラストというプログラムは、誰でも自由に使えるという、非常に自由なライセンスで配布されています。プログラム自体が配布されています。ですので、そのプログラムを、ダウンロードしてきて、自分のところでインストールして使うということが割と、行われています。で、まあ、それでやる場合には、もちろん、自分の検索、やりたいクエリ以外にですね、検索対象のデータベースも自分でですね、ダウンロードしてこないといけないんですけれども、まあ、そうすることで、非常なメリットがあります。まあ、さっきやったみたいに、こう、前の人がいて、データの結果が得られないとか、そういうのはなくて、できますし、まあ、何個も何個も、繰り返しやることも、非常に早くできる。早くてか、自分のパソコンで全部できると。ただ、そういう、なんていうのかな、可視化の、グラフィカルユーザーインターフェース、GUI はついてませんけれども、結果だけを得ようと思うと、こっちの方が、ローカルブラストの方が、いいことは、都合はいいことが多いです。で、私もほとんどこのローカルブラストでしか使わないんですけれども、それのやり方に関しても、統合テレビの方で詳しく説明してますので、それも、ぜひ参考にしてください。なんですが、これ、まあ、ブラストをインストールしてくるって言っても、このね、インターネットのウェブブラウザーみたいな、ソフトがですね、ダウンロードできて、使うっていうんじゃなくて、コマンドラインですね、まあ、こういう、ターミナルというソフトウェアをインストールして、こういうところで使うみたいな、こういう、まあ、コマンドライン操作をして、やるみたいな、そういう、ことが必要になってきます。ですので、まあ、そんなすぐにはちょっとなかなかできないかもしれないんですけれども、ですね、こういう、ローカルブラストを使う方法というのを、実は私のバイフマティクスの講義、竹瀬大学院の方のバイフマティクスの講義では教えておりまして、皆さんもできると思います。ですので、参考図書のですね、このデータ解析実践道場本ですね、
青い本ですね、青い本の3の2章にですね、詳しくそのやり方書いてますので、ぜひ興味を持った方はそのように、ローカルブラストに挑んでいただければというふうに思います。まあ、実はこれ Mac だけじゃなくて、Windows 10上のですね、Windows Subsystem for Linux、WSL2 上なんかの Linux でも普通に動きますので、まあ、ぜひそちらもやっていただければというふうに思います。はい。で最後、まあ、応用課題を話して終わりにしたいと思うんですけれども、ですね、ブラストというものがあります。これ実はブラストの誤表記ではありません。これはですね、The Blast Like Alignment Tool っていうので、ブラットという名前になってます。で、これは何かというと、検索対象のデータベースがですね、先ほどの NR とか、ユニプロとかそういうのじゃなくて、ゲノム配列ですね。ヒトゲノムとかマウスゲノムみたいなものに特化した配列類型検索です。なんで、よくこれは、まあ、ゲノムのですね、クエリがゲノム中のどこに、着地するかというふうに、まあ、例えられてですね、ゲノムランディングツールというふうな呼び方もされてるんですけど、そういうゲノムランディングツールっていうので、ブラットというものが、まあ、使えます。ですが、これちょっと企業だとライセンスを取得しないといけない、有償ライセンスを取得しないといけないというツールのために、まあ、誰でも使って自由というブラストの方を、まあ、代替で使うことも多いんですけれども、このブラットを使うと非常に高速にそういう塩基配列がどこに行くかみたいなものは使うことが検索することができます。まあですね、まあ、ブラストと同じような検索をブラットを用いてやってみましょうということなんですけれども、まあ今までやった例は全部NR とかユニプロットとかそういうふうなものに対する検索、ブラスト検索だったんで、ちょっとできませんけど、例えばですね、統合テレビに例があるんですけど、このブラストを使って、鶏ですね、鶏が のゲノムに対してウイルスが持ち出した V サークです、V サーク遺伝子を、検索してですね、Cサークとどれぐらい違うかみたいな、Cサークがある位置がどこかとか、そういうものを、まあ検索する統合テレビがですね、これ、まあ、一番最初の頃は僕が作ったんですけど、今じゃ何回か更新されて、最新版になってますけれども、ウイルスが持ち出した宿主 の遺伝子配列が殺されている部分を探しましょうみたいな、ゲノムから探し当てましょう。いうツール、統合テレビもありますので、ぜひそれをもう見てですね、同じようにやってくれればいいかなというふうに思ってます。で、以上、今日の、講習はですね、非常に、入門編で、の部分をご紹介いたしましたけれども、まあ、この部分が一番触りでして、NGS 解析する際もですね、こういうことは知っておいてほしいなというものになってます。まあ、統合テレビを見るといろいろわかるということと、まあ、ゲノムのデータベースというのはいろいろあって、まあ、もちろん、まあ、人かマウスしか使わないという方も多いかもしれませんけれども、それ以外の生物に関してもいろいろゲノムのデータがですね、整備されてきてあり、ゲノムのデータは配列だけじゃなくて、実際に、アノテーションされた、どこの位置にどんな、遺伝子の機能を持つ遺伝子があるかとか、どこがイントロンであるとか、どこがエキソンであるとか、そういうふうなものが記述された情報、ゲノムアノテーションが大事だということで、そちらに関してはゲノム配列解読に比べると、その後にどんどんやっていくものになってますということです。で、そういうものを見るのに大事、便利なツールがこのゲノムブラウザー。で、特に UCSC ゲノムブラウザーが使われている。そういうふうになってます。で、ゲノムブラウザーなんかで見るデータ、塩基配列のデータはもともとこの、塩基配列データベースですね。国際塩基配列データベースの共同研究というもので、INSDC という、蓄えられてきたもので、もともとはそのアノテーションされたシーケンスということで DDBJ エンブルジェンバンクというふうなデータベースだったんですけれども、最近ではそのシーケンスリードアーカイブ SRA という形で維持されて、やはりそこがまあソースになって使われていると。で、配列解析に関しましては、NGS の解析以前にですね、やはりやられてきたのはこのブラストというツール、ベーシックローカルアラミサーチツールというもので、これに関してはウェブ上でも自由に使えるようになってて、非常にパワフルなツールで使い方はいろいろあると
で、まあ、昔ですと、自分がけんあのクローニングした配列がどう似てるかみたいなので、よく使われてきたんですけれども、今だとおそらく今自分たちが研究している配列がどのような生物にもあるかとか、予想もしないものがデータベースに入ってないかみたいなのを探すマイニングのツールとして、今後も活躍するんじゃないかなというふうに思って、ここで紹介させていただきました。今日の講習は以上になります。質問ある方はぜひこの時間中にですね、していただければと思います。長い間お疲れ様でした。